はい、皆さんこんにちは、ワンダリギルフィッシュです。では今回はギレンの野望セガサダン版キャスバルのネオジオン編続きをプレイしていきたいと思います。前回は宇宙要塞ルナ2の攻略まで完了して、いよいよ地球降下作戦を発動し、キリマンジャロの攻略が終わったというところまでプレイをしてきました。今回その続きになります。まだ地球上での、ね、拠点はこのキリマンジャロだけなので、このキリマンジャロでドムを生産しながらですね、宇宙要塞ルナ2でもドムを生産して、ホワイトベース、ペガサス、ザンジバル、こういった大気圏突入能力を有する戦艦を使って地球降下作戦を、ね、継続して行っていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。このキリマンジャロはね、ドームがすでに生産開始している状態なので、まあ、このドームでとりあえず迫ってきている敵の部隊を迎え撃ちつつですね、オデッサ、北京、ベルファストといったところへ、進行戦を行っていきたいと思います。一方宇宙の方は今ドムを生産中なので、これにホワイトベースあるいはザンジバルを組み合わせて、この衛星軌道上からですね、まあ一番のポイントはニューヨーク、カリフォルニア、この辺りになると思いますけど、降下作戦をね、大気圏突入という形で行っていきたいと思います。衛星軌道上はこのギレンの野望おなじみのモグラ叩きと称されるような地上から打ち上がってくる連邦軍のね HLV をひたすら潰すという戦いを続けつつ、地上でのね戦いを進めていきます。地上ではねドムかなり有利に戦えると思いますので、連邦軍のモビルスーツの開発がね進むまでの時間との勝負にもなってきますので、できるだけ早くですね攻略を進めていって、オデッサ、北京あたりはね取ってしまいたいなと思います。まあそのためには1にも2にもやっぱりドームの開発がですねどれくらいスムーズに進むのかというのがね大きな大きなポイントになりますので、まあドームのごめんなさい生産ですね、できるだけ早く多く地上に送り込む、あるいは地上で生産するということをやっていきたいと思います。生産ですが少しズゴックを作っておきます。それとやっぱりドームですね。宇宙ではルナ2でドームの生産がいくつか終わっているものがありますので、それも戦線に投入していきたいと思います。まずはオデッサかな。このオデッサをね、取っていくというのを最初のアクションとしていきましょう。で、あとですね、アンザムにこの後シャリアブルを乗せて、アンザム使いにシャリアブル育てていこうと思いますので、そこもね、戦力として十分に計算が立つかなというふうに思っています。で、今考えているのがルナ2を発進したそのドームを乗せた部隊を、まあ、どこに降ろすかっていうのをねちょっと考えてます。オデッサにいきなり降ろすのか、まあ、あるいはですね一度この南アフリカに降ろしてですね、そこからじりじりと登っていくのかっていうのをねちょっと考えてまして、まあ、場合によってはもういきなりオデッサにデデンと降下してもらってもいいのかなっていうふうにはねちょっと考えていますので、状況を見極めていきたいと思います。連邦軍もペガサス級を打ち上げてくるようになったので、衛星軌道上のモグラ叩きが取り逃しが少し多くなってきてるので、リックドーム廃棄したもののリックドームを作らなきゃいけないかもしれないですね。だいぶ連邦軍の開発状況が進んでるのかなっていうね、そういうのを思わせる状況になりつつあります。なのでまあしっかり迎撃できるだけのですね、まあ部隊というものを衛星軌道上に配備しておく必要があるので、まあ、それをどの程度用意するかっていうのがね本当にバランスが難しいかなと思います。
一方でホワイトベースのブライトとシャー、いよいよね、オデッサの方に降下を今行いました。ここにデデーンと出てきましたね。まだキリマンジャロから発進した部隊がオデッサに到達するまでには時間がかかりそうなんですが、この間にできるだけ数を削っておきましょう。今連邦軍との戦闘を見て思ってるんですけど、連邦軍はタレントが豊富ですね。一方我々はもうそもそもジオンから2つに分かれた片割れなので、パイロットの数がね少し少ないかなっていうふうに今感じてますね。このパイロットの不足というものを、まあシャーであったりブライトであったりっていう指揮能力の高い、かつ魅力も高い、キャラクターで補っていくのが攻略する上でね重要なキーになりそうな感じがします。なので、まあ、特に敵はね高性能機、まあ、例えばガンダムとかですけど、そういったものに乗ってる場合には注意しないとあっという間にね味方がすり減らされるっていうこともあるかと思いますので、十分に敵のね攻撃対象は確認したいと思います。攻撃します。ではですね、先行部隊としてキャスバルとブライトのホワイトベースをオデッサに入れちゃいましょう。これで一旦敵の生産をね止めたいと思います。生産を止めてる間に増援を待つという作戦になりますね。オデッサが取れれば地球上での拠点が2つになるので、まあ生産する上でもだいぶ有利に働いてくるかなっていうね期待もありますし、さらに攻略する対象としてですね、ベルファーストでありマドラスであり、さらには北京っていうところも見えてくるかなと思いますので、まあ、そのあたりを視野にね、部隊をうまくタイミングよく送り込んでいければいいかなと思います。オデッサにどういう機体がいるのかっていうのはわからないんですけど、今このエジプトのところにちょうどねガンダムがいたんですが、これを撃破したので少なくてもガンダムがオデッサにいるっていう可能性はねないと思います。ただガンダムじゃなくてもプロトタイプガンダムとかね G3 ガンダムとか、いわゆるガンダムではないガンダムがいる可能性はあるので、まあ、そこを踏まえてシャアの G3 ガンダム、あとはねブライトのホワイトベースでうまく敵を蹴散らしていければいいかなと思います。衛星軌道上は今ご覧いただいているエルメス中心に守ってるんですけど、エルメスはとにかくエネルギーを食うので、まあ、3回攻撃したら一度エネルギーの補給が必要っていう、まあ、そういう機体になってますね。なので、まあ、定期的な補給が必要なので、補給のタイミングで敵がドカッと上がってくると少し打ち漏らしがやっぱりあるのかなというところなので、まあ、タイミングもねしっかり見極めが重要と思っています。では局地戦フェーズ、オデッサの攻略戦です。まあ、敵の方が明らかにね、多い状況ではありますが、お話したようにうまくブライトのホワイトベース、そしてキャスバルの G3 ガンダム使ってね攻略進めていきましょう。これ見る限りガンダムタイプがいますけど、これがどのガンダムかがわからないですね。陸戦型ガンダムとね G3 だとそれこそ全く性能が違うので、脅威の具合もね変わってきますからね。敵があとはこっちに向かってくるかどうかというところですね。向かってくるんであればしっかり迎撃していきたいですが、向かってくるな、向かってくるんであればガンダムをうまく使いたいな。ガンダムが攻撃を受けてその中で敵を削っていく、まあ、そういう戦い方を考えたいと思います。でね、決戦兵力としてドムとホワイトベースというのをね使っていきましょう。なので一度ここで敵を迎え撃つ体制に入ります。まあ、幸いシャアのいるこの今の場所がね防衛拠点、
そして補給拠点にもなってるので、ここでエネルギーを補充しながら常に戦闘できる体制が整えば、シャアのキャスバルであれば一定の数削れるんじゃないかなっていうね、ちょっと期待はありますよね。ここを確保しつつ前に出ていきましょうか。迎撃戦する前に一度前に出ましょう。で、索敵する。敵の内容確認。ガンダムがいるじゃないか。チームライトアーマー、ライトアーマーにアデルがいますね。あとは陸戦型のジーム。ガンキャノン。これであれば先に多少無理をしてでも、ガンダムを倒した方がいいかもしれないな。逆に言うとガンダム倒すとだいぶ敵の戦力ダウンできるかなと思います。ここにもね、ガンダムタイプいるんですけどね。これも内容がよくわからないガンダムですね。まあ、シャアの、まさにその性能、キャラクターとしての性能にかけましょう。ちなみにシャアがやられるとゲームオーバーになるので、それだけは絶対に下げたいですね。アデルを撃破。ガンダムも3分の1ぐらいはね残っていますけど、もう次のターンで撃破はできそうかなと思います。で、シャアの G3 ガンダムはノーダメージでエネルギーだけ使った状態なので、ここでガンダムを倒したら一度エネルギー補給しましょう。地球の重力に惹かれた魂を解放しなければならんのだ。ちょっと何言ってるかよくわかんないですけど、倒しちゃいましょう。よし、これだったら次のターンで増援、まあ、例えばシャリアベルのアズザムとかが入ってきてくれれば、前期撃破での制圧もできそうですね。 G3 ガンダムのエネルギー3分の2残ってんのか。3分の2残ってるんだったら前に進んで次の拠点で取りましょう。では一気に押し込みたいところではありますが、しっかりキャスバルのエネルギー回復しながら進めていきたいと思います。次のターンで、まあ、ほぼ確実にこのオデッサが取れると思うので、まあ、慌てずにですね、確実性を重視していきましょう。まあ、さすがの G3 ガンダムですね。前回前々回ぐらいの動画の中でねご紹介したいと思いますけど、シャア専用リックドームよりもはるかに性能優位になっているのがこの G3 ガンダムになってますんで、まあ、G3 ガンダムに早々に乗り換えたのは正解だったかなと思います。で、当然専用機であればですね、まあ、限界性能を引き出すような、チューニングがされてるんですけども、それよりもさらに G3 ガンダムの方が有利だったのかなっていうね、そういう感想ですね。あとは一刻前ゲルググですね。連邦軍のモビルスーツの開発、がねやっぱり凄まじい勢いで来てますんで、それをね凌駕するスピードでこの先はゲルググの開発をしていきたいと思います。研究開発レベルをまずゲルググが開発できるレベルまで引き上げる必要があるんで、それにどれくらい時間がねやっぱり取られるかなんていうのも重要になってきますからね。では増援をオデッサに送っていきます。これで残っているのはもう拠点に陣取っている部隊ぐらいですかね。これを叩けばオデッサ制圧完了ですね。なんかね、アメリカしかり日本もそうですけど、株価がね実感とはかけ離れた高い水準で推移してますけど、これどうなんでしょうね。ちょっと怖いですよね。何かのタイミングでポーンと弾けてもおかしくないのかななんて思うんですけど、そうするとまたねとんでもないいい状況にもなりかねないので、あんまりですもう実感を伴わない株価の推移というのは歓迎できないんじゃないかななんて個人的には思うんですけどね。どうなんでしょうね。
シャリアブルのアッザムも、もう一回ぐらい本来回復したいですが、エネルギーをね、ここはゴリ押しでいきましょうか。で、この後マドラスに進むか、あるいは、ベルファーストに続く、つなげていくかっていう観点で言うと、今のところベルファースト、これこうね、今の先にしちゃいたいかなと思ってます。まあ、数で言うと少しスゴックが物足りないかななんて思うんですけども、まあ、ホワイトベースとザンジバル、使ってですね、ここは一気にベルファーストの攻略を進めたいと思います。このオデッサの戦いもそうだったんですけど、やっぱりシャアのこのガンダムがむちゃくちゃ強いんで、敵の戦力が整う前にこのガンダムで強襲をかけて敵の戦力を削るっていう、まあ、戦術がすごく有効だなと思ったんでね、まあ、距離的に近いベルファーストとマドラスは優先的に潰していきたいと思います。さあ、これでオデッサの攻略完了になります。はい、では、まあ、こういった要領でですね、しばらくの間敵の拠点、重要拠点を潰して回りたいと思います。で、いずれやっぱり連邦軍もさらに強力なモビルスーツ開発してくると思いますので、先ほどお話ししたようにですね、我々もゲルググの開発を急ぎたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。